はい、しょくん、こんばんは。中学1年生ですね。ようやくですね、掛け算に入りました。乗法と言いますね。ちなみに割り算は乗法と言いますが、掛け算は乗法と言います。これ割り算です。乗法。似てますね。乗法。これが掛け算、乗法、これが割り算ですね。割り算はまた次回にちょっと出てくると思われます。まずはとにかく掛け算、集中したということですね。掛け算のルールがちょっと書き出しました。もしもね、休んでしまった人いましたら、このルールだけ押さえれば、なんとでもなりますので、ぜひこのルール押さえてね。はい、掛け算のルールです。まず1個目、プラスかけるプラスはプラスです。これ当たり前、普通の計算です。プラス3かけるプラス2はプラス6。でもここにマイナスが入ってくると、プラスかけるマイナスはマイナスになってしまうんですよ。プラス3かけるマイナス2はマイナス6なんです。同じようにして、それが逆であったとしても、マイナスかけるプラスであったとしても、マイナスになります。マイナス3かけるプラス2がマイナス6なんですね。で、マイナスかけるマイナスだと、ここが一番新鮮かな？プラスになるんだよっていうことなんです。マイナス3かけるマイナス2、これがプラス6。そしてもう一つ、ゼロをかけるとすべてのものがゼロになってしまいます。ゼロ倍というのがね、ゼロになってしまうんです。プラス3かけるゼロはゼロ、ゼロかけるマイナス3はゼロ。まあゼロは2倍したところでも3倍したところでもとにかく大きさがないので、ゼロのままなんだっていうことですね。それから例えば、マイナスがかけられてしまうと、マイナスになるというのは、例えば、1ヶ月の出費がマイナス2万円ありますよ。出費だからマイナスでいいよね。支出とも言えますよね。それがもし3ヶ月分だったら、マイナス何万円になりますか？ってことでもいいんじゃない？ 1 ヶ月2万円が出ていくとすれば、それの3ヶ月分だからプラス3倍するとマイナス6万円になるよね。3ヶ月で6万円出ていく、マイナス6万円になるよね。マイナス2万円の3倍プラス3倍はマイナス6万円になるんだよ。3ヶ月分だったら2万円出ていくのが6万円になるよ。だからマイナスなんだよ。という流れで理解してはいかがでしょうか。マイナスをかけるとマイナスになっちゃう。どちらかにマイナスをかけるとマイナスになっちゃう。で、マイナス片方にかけたらマイナスになるのだから、マイナス倍であったとしたら、それの逆だよね。この答えの逆になんなくちゃいけない。それにマイナスをかけたら。だから、マイナスかけるマイナスは、マイナスの逆のプラスになるんだよ。というような理論で、無理やり持ってきました。ですが、とりあえず、まずは今日はですね、ルールだけを覚えてもらって、計算をしたというところであります。確認をしてみます。では、1番です。プラス2かけるプラス7、プラスかけるプラスなので答えはプラスです。そしてあとは掛け算です。2714、ピンポンピンポンピンポン。マイナス3かける0、0をかけると全てが0になってしまいます。0、それからカッコ3番、マイナス6かけるマイナス4、マイナスを2つかけたからプラスだよね。プラス、あとは6424、今度もマイナスかけるマイナスになってます。だから答えは
プラスです。プラス48。もしこれはやばいぞと思ったら筆算をしましょうね。 C2 が8、 C1 が4です。48マイナス11かけるプラス6だから、マイナス1個かけられてるときはマイナスだったね。マイナス66プラス24かけるマイナス3。もしこれも不安だったら、こうやって筆算をしよう。4312、23が6、72。マイナスが1つあるので、答えがマイナスだったね。マイナス1かけるプラス2。これは、陰2が2。マイナスで2。どうでしょう？小数が出ても全く一緒。分数だって一緒なのよ。プラスとプラスだから答えはプラス。0.4 を2にかけるから0.8。こちらです。0.6×7 なので、答えはでもマイナス1個なので、プラスとマイナスをかけてるから、マイナス6、7、42だけど、小数点がついて 4.2。マイナスかけるマイナスだから答えはプラス。8分の40だけど、小数点1桁あるから4。こんな流れなんだよな。分数も全部一緒。約分はできるので、1の3。これね、4で割りました。4で約分しました。マイナス1個なので、マイナス9。20と5で約分ができます。こいつが4、1、4、4、16。マイナスがあるので、マイナス16。マイナス同士の掛け算だから答えは絶対プラス。あとは約分しまくろう。1の4。これは全く小学校と同じ計算だよ。3と9、1の3。だからプラス4分の3。さあ、どうでしょう。もう一回だけ確認しとこう。プラスかけるプラス。答えはプラス。プラスかけるマイナス。答えはマイナス。マイナスかけるプラス。答えはマイナス。マイナスかけるマイナス。答えはプラス。そしてゼロがかけられてしまうと、すべてがゼロ。これがまずルール。しっかり覚えておこうね。ではまた。